はいえこんにちはレトスのーのです6月16日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますやる気がなくならない限り失敗はありえない哲学者であるエルバート・ハバードの言葉ですやる気っていうのは勉強において非常に重要な要素となってきますやらなければならないけどやる気がないこれだと勉強ってできないですよねそんな時に何か対策を考えていますか やる気を出させるスイッチっていうのは人によって異なるんですね。私がやる気がないときっていうのはもう勉強しないんですよ。で、これは私にとって一番の解決策になってるんですね。で、これをやることによって逆にやばい、やらないと、まずいっていうふうにやる気が出てくるんですよ。で、この期間っていうのも私は一日も勉強しなかったらこの状況になるんですね。やばい、まずいなって。もし1週間ぐらい勉強しなくても大丈夫だっていうのであれば、この方法はやめといた方がいいです。 私は一日でこれで解決するんですよね。またやる気が出てくるので、なので私にとってはこれが一番の解決策になってます。あなたにとってやる気スイッチは何でしょうかこれを探すのは非常に重要なことです。ぜひ探してみてください。まだ今からでも間に合いますので、諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の土地が A から B、B から全員無価値の C へと売り渡され、移転登記もなされたが、 A の錯誤が原因で AB 間の契約が取り消された。この場合 A は登記なくして全員無過失の C に対して錯誤による取り消しを主張できる。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えはこれツですね。で、問題文の状況を図にするとこんな感じです。A が B に土地売り渡して B がこの土地を売り C に売り渡したと。 まあいう状況なんですね。で、C さんっていうのは A さんが勘違いをして売っちゃったよってことを善意無過失。つまり、何の落ち度もなく知らなかったということですね。無過失っていうのは落ち度がないということで、善意っていうのは知らないってことなんですねえ。何を知らないかっていうと、A が勘違いして売ったこと。つまり、A が、えー、作後に陥っているということを知らないってことですね。で、知らないし、 それに対して何の落ち度もないんだ。無過失なんだという状況です。で、この状況で A は C に対して取り消しできるかって言ってるんですけれども結論から言うと取り消しできないんですね。この錯誤により取り消しっていうのは全員無過失の第三者に対して対抗できないんですよ。今回 C さん全員無過失ですよね。 つまり A さんは C に対して対抗できない。つまり A はこの土地返してっていうふうに C に言えないんですね。つまりもうこの土地っていうのはもう C さんのものなんだということになります。これは陶器の有無は関係ありません。まあ、今回 C さん陶器、えー、持ってるんですけども、C さん陶器なかったとしても陶器があったとしても関係なく全員無過失であれば保護されます。で、問いにですね。 宅検業者が免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、当該宅検業者は遅滞なく免許証を返納しなければならない、マルかツかという問題です。え答えはツですね、えー。有効期間が満了したとしても、免許証を返納する義務ありません。で、免許証を返納しなければいけないのはどういった場合かっていうと、廃業した場合、または成年非公献人となって、免許取り消しになった場合などなんですね。 なので、この部分っていうのは対比して、しっかり頭に入れておきましょう。まあ、超重要ポイントです。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、政令で定める資格を有するものの設計によらなければならない、丸か罰かという問題です。 で答えは×ですねえ。下記2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません。で、2つっていうのは、まず1つ目が高さ 5m を超える擁壁の設置。2つ目が、切り土または盛り土をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。この2つを行う場合、有資格者が設計しなければならないんですね。で、今回の問題は、 高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事と書いてありますので、まあ、これに当てはまらないということで、まあ、有資格者による設計は不要ですよということですね。そして一定の有資格者とは、例えば土木科や建築科の大学を卒業して、土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの。こういった人が有資格者と呼ばれる人たちです。 まあ高さ5メートルの溶壁というと、だいたい2階部分に相当するぐらいの高さなので、それなりに高い壁ですよね。えー、これが崩れたら危ないから、有資格者が設計してくださいというルールになっております。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。